どうも、ハリチです。今回はですね、僕が、麻雀プロのね、試験を受けた時のお話をさせていただきます。僕がね、麻雀プロの試験を受けたのは、20歳の時で、15年前になります。今はね、M リーグの影響で、麻雀プロになりたいっていう方がすごく、増えてるそうなんですけど、僕がね、受けた時は、5人しかいませんでした。学生の頃に、麻雀に明け暮れていて、それで、麻雀プロにね、なろうと思っていたんですね。で、僕は、仙台に住んでいたので、東北支部の、試験を受けたんですよ。で、まあそこが、5人だったんですね。で、仙台にある、雀荘が、試験会場でした。そこのね、東北支部のね、本部長のね、黒田さんという方が、当時雀荘を経営されていまして、そこのね、雀荘が試験会場でした。試験にかかるお金っていうのは、確かね、1万5千円だったんじゃないかなと思いますね。で、実際の、試験では、筆記試験ですね。で、実技と、あと面接と、小論文がね、ありました。その、一次試験を通過した後に、半年間のね、研修が、行われます。で、その研修が終わった後に、合否が、下されます。筆記試験の、内容なんですけど、一般教養の、まあ、常識問題と、あとね、麻雀にね、関する問題ですね。何切るとか、まあ、不計算とか、多面茶とかね。あとは、麻雀のクイズのような問題。4人、2ピン、3ピン待ちになる、配置を答えなさいとかね。で、僕がこの麻雀プロの試験を受けたときは、タイトルホルダーの名前を、フルネームのね、漢字で、記入しなさい、という問題もあったんですよ。プロ試験対策で、当時のね、タイトルホルダーの方の名前を調べて、こうノートにね、こう書いて、漢字をね、練習した、記憶があります。僕が、日本プロ麻雀連盟の試験を受けたのは、まあ、2005年の秋だったんですよ。その時は、プロテストはね、年に1回しかね、開催されていなかったんですね。法王位が、土田幸翔さんでした。まだね、連盟にね、皆さん在籍されていた時の話ですね。安倍さんが法王位をこう3連覇していて、こう絶対王者みたいなね、感じだったんですけども、土田さんがね、それを破って、法王位になった。で、その時はね、10段位だったんですけど、河野隆さんが、その時ね、またこう3連覇していたんですよ。で、その時にね、土田さんがね、10段位も優勝していたんです。王位戦は、王位高原さんがね、その時は優勝して、タイトルを、保持していました。マスターズという大会があるんですけど、それはね、今里、幸彦さんがね、持っていました。僕にとってね、この世代の方たちの麻雀プロっていうのはね、スターなんですよね。片山先生の、言霊マンボって作品知ってますかね？麻雀プロの、競技麻雀のお話なんですよ。それで、王位さんがね、モデルとして、キャラクターで出ているんですよ。大口マンボウという名前だったかな、確か。第1話がね、なぜプロ雀士なんかやっているかって、それは、敗が許せなかったから、俺が素人であることを、というね、大口さんの、セリフから、始まります。その時に十段戦3連覇していた河野さんもね、モデルとして、登場されてるんですね。確かね、作中での名前がね、河野鳥隆っていう名前だったと思います。競技麻雀を題材としていて、そのね、二人のね、漫画の中での掛け合いがね、面白かったんですよ。僕は麻雀プロになろうと思っていたので、その二人というね、憧れの存在でした。で、初めてね、タイトル戦の本戦にね、勝ち進んで、会場でお見かけした時はね、感動でしたね。言霊マンボが連載している時に、大井さんが、大井戦というね、タイトル戦をね、優勝したんですよ。それで作中の中では、おーいおーいって呼ばれてて、それが個人的にはね、かなりツボでした。まあ、麻雀プロのね、タイトルホルダーの方の名前を覚えて、で、プロ試験にね、挑んだんですよ。試験にね、出てきませんでした、残念ながら。この時期、プロ連盟の試験では、まあ、一般教養のね、試験も、多かったんですけど、ある時、対局会場で、申告ミスなどがちょっと問題になった時があったんですね。で、それから、それ以降の麻雀プロのテストでは、この麻雀のね、不計算とか、基礎的なことをね、重点的に出題されることにね、なったと、聞いています。プロ試験の小論文の内容なんですけど、小論文だよね、自分が、麻雀プロになったら、まあ、どのようになりたいかとか、どのようなね、麻雀界に、貢献できるのか、という内容だったと思います。僕は確かね、その時ね、麻雀プレイヤーとして、台風の目に流れたいとかで、そんなような内容で、書いたと思いますね。実践対局では、麻雀のマナーとか、ね、作法とかをね、チェックされます。
誰にも言ってない僕の黒歴史なんですけど、その時にジャンキ会にね、憧れていたんですよ。麻雀の情報源といったら、まあ、近代麻雀ぐらいしかなくて、まあ、ネットとかもあったんですけど、まあ、それほどね、普及していなくて、あったのかもしれないんですけど、僕はね、ほとんどわかりませんでした。もう近代麻雀がこう発売されるたびに、ジャンキのね、特集やってたんですよ。金村さんとかです。ジャンキ界の影響を受けていて、一人でね、エセジャンキ界みたいなことをね、やっちゃったんですよね。もう結構ね、まあ、痛い感じのタイプですね。ルン !8300!8300! みたいな、ちょっとね、倒廃するときにね、こう斜め倒して、申告しちゃうとか、ね、上がり牌持ってきて、ツボーみたいな、そういう感じですね。運よく一次試験をね、通過することができたんですけども、対局のマナーとかはね、かなり送られましたね、作法とか。で、その後のね、半年間の研修で、黒田さんからね、マナーのね、指導をしていただきました。僕が連盟のプロ試験を受けたのは、まあ、東北支部だったんですけど、5人ね、一次試験を受けて、5人ともね、通過しました。半年間、プロアマの混合リーグに参加しながら、研修を行っていましたね。で、半年間終わって、一人ね、不合格になったんですよ。それで、4人合格となりました。僕はね、4月からね、晴れてこう、麻雀プロと、なりました。まあ、麻雀プロにね、なること自体は、まあ、比較的、まあ、簡単な方だったんですけど、まあ、これで終わりじゃないんですよね。合格するっていうのがゴールじゃなくて、まあ、こっからがね、本当の、始まり。麻雀プロとは、お給料がもらえるわけではないんですよ。こう毎月の対局を、こなしながら、まあ、麻雀プロとして、活動していかなくてはなりません。麻雀プロを志望するには、まあ、一人それぞれね、理由があると思います。この健康麻雀を普及させたいとか、まあ、競技麻雀でね、活躍したいとか、競技麻雀で活躍して、まあ、有名になりたいと思ってたんですよ。それで、まあ、結果を残してね、まあ、爪痕をね、こう残してやろうとね、思っていました。まあ、現実問題として、ね、何のシードも持っていない新人が、タイトル戦でね、活躍をするってすごくね、難しいんですよ。本戦にね、進むのもね、大変なんですよ。東北支部のね、プロリーグなんですけど、麻雀プロがね、15人くらいね、参加していたと思います。まあ、東北支部長の、黒田さんはね、確かに60歳前後くらいだったと思いますね。で、競技麻雀一筋のもう連盟のね、ベテランの方で、麻雀はね、こう、かなりね、重厚な、うちだったんですね。みんなでこう、ご飯に行くときに、まあ、俺は今年タイトル取るよっていうのがね、口癖だったんです。すごく、こう、競技麻雀にね、熱い、お方でした。僕は、東北支部で1年活動していて、で、翌年ね、東京の方に移籍したんですけど、やっぱり地方出身という気持ちがあったんで、東北のね、みんなをね、応援していました。ある年に、黒田さんがね、麻雀マスターズの、本戦で、1位通過してジャンプアップして、タイトル戦のね、決勝までね、残った時があったんですよ。6半チャン中、3半チャンが終わって、まあ、黒田さんがね、ダントツのトップ目だったんですよ。2着と、10万点以上を、離していて、その時にね、ラスだった、猿川プロが残っていたんですけど、猿川プロとは、まあ、20万点ぐらいね、点差が、あったんですね。で、毎年ね、黒田さんは俺今年こそタイトル取るよってこう意気込んでいたので、今回こそはね、黒田さんが初タイトルにね、なるかと思ったんですよ。で、僕はこうすごく応援していたんですね。そこから、6回戦中のね、残り4、5、6回戦で、猿川プロがね、3連勝したんですよ。20万点差あったんですけど、それがひっくり返されちゃったんですよ。わずかね、1900点差で、逆転優勝を、許してしまった。最終戦の、オーラスでは黒田さんが、想像を引けばね、何を引いても転敗する形だったんですよ。能天転敗で、優勝が、入れ替わるよね、条件の差だったんですね。ただ残念ながら黒田さんは、まあ、転敗を入れることは、ね、できなかったんですよ。タイトル戦の決勝が終わって、ね、その決勝メンバーで、表彰式のね、写真を撮るんですけど、まあ、準優勝でね、立派なこう盾をね、こう黒田さんが持ってるんですね。で、その時のね、この写真でね、撮ってもらってる時のこう表情というのがちょっと悲しげだったのがね、印象的でしたね。麻雀の大きなタイトル戦は、まあ、1000人以上ね、参加するんですね。タイトル戦で優勝するのはね、難しいのはもちろんなんですけど、まあ、決勝にね、残るだけでもね、かなり大変なんですよね。で、この準優勝というのは、まあ、素晴らしいね、成績だなとね、思います。財布の方がいて、まあ、多くのギャラリーにね、見守られていて、まあ、僕もね、いつかこんなね、大きな舞台で戦ってみたいなーってね、日に日にね、気持ちは増していくばかりでした。それではね、今回の動画は、ここまでとなります。もしね、この動画が良かったらですね、チャンネル登録をして、次の動画を、お待ちください。それではね、ご視聴ありがとうございました。ローカルの役満をご紹介したいと思います。
こちらはね、大車輪という役満ですね。ピンズね、2から8までを、各ね、2枚ずつでね、構成された役満です。単品リャンペイコーメンチェンとかそういう形になってね、3倍までの風役満ぐらいまでこういっちゃいますね。もう一つが、100万石という役満です。マンズの地熱なんですが、足した数字が100以上になる形ですね。はい。それではね、皆さんまたお会いしましょう。